はい、カニ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は5月前半のタロットリーディングをさせていただきます。もちろん星の話も補足しながら最後にオラクルカードも引きますので楽しみにしててください。では早速いきましょう。はい、あとですね、星のことが好きとか勉強してみたいなとかタロットも好きですっていう方はどうやってそれを実生活に取り入れて楽しんでいくかをメンバーシップの中で説明したりしていますので、ご興味ある方は概要欄からご覧ください。それと毎月月末に翌月の星の流れを、星のエネルギー解説っていうのかな、それを LINE で配信しておりますので、ご興味ある方もぜひお友達登録お待ちしております。では行きましょう。5月です。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。はい、スター、いきなりスター、バンド10、ソード7、カップ6、カップ7逆、バンド4逆、そしてバンド6の逆。気をつけることや対策はペンタクスの7の逆とペンタクス2の逆と、オラクルは、はい、バンド2の逆です。少しね、星の話からさせていただきたいんですけれども、この5月っていうのは2024年の中でも本当にすごくいい天気で、エネルギーも高いですし、何かが舞い上がっていく、広がっていくみたいな時なので、このエネルギーをご自身にとってプラスに生かしやすい時なんですね。まあもちろんうまくいってますっていうか、そのまま加速していただける、加速することもできますし、または何かを変えたいんだ、やめたいんだっていう方もいいエネルギーの変換として使えますので、いかようにでも使って、この運をね、おそらくカニ座の皆さんにとっては好きなようにやりたいように活かせるんじゃないかなというふうに思います。で、そうですね、特にこの星では、まず5月1日から火星というね、戦っていく星とか、バイタリティとか勇気っていうもの、星がおひつじ座に入って、これはカニ座の皆さんにとっては社会運っていうところに入ってくるので、ものすごく仕事頑張りますっていう方もいらっしゃるかもしれないし、中には多少誰かに対してイライラしながらでも、でもイライラしながらでもすごい活性してるってこともあるかもしれないですし、とにかく自分の理想の世界を築くために努力をしていくっていうものがしやすくなる流れなんです。で、特に火星がおひつじ座っていうのは、もう端的にストレートに行くって決めたら行くみたいな、そういうエネルギーなので、目標をこう決めたらもうそこにコミットすればあとは行くだけみたいな、そんな流れになりそうです。で、もう一つ、このカニ座の皆さんにとって5月の前半というのは、とにかく自分の理想の世界とか自分が求めている世界、ちょっと今までとは違う世界なんですけど、もう少しこうみんなで頑張っていくとか、こう自分が成長していくための世界っていうものがすごくキラキラと光っていて、そっちに向かっていきたいなっていう流れがある時なので、それに対して自分がやるべきことを努力していくっていうような動きができそうな時になります。まあ端的に言うと、人付き合いが活性化したりとか、人との関係の中での喜びを感じやすくなると思うんですね。これは4月29日から社交性とか愛情とか豊かさとかお金っていうね、とても豊かなものが、そういったグループとか団体とか自分の夢っていうところに入ってくるので、非常に人との関係の中で喜びを感じたり、一緒にこう切磋琢磨しながら夢を見ていったり、こう助け合いながらね、こう目標に向かっていくっていうこともありますし、過去の自分を超えていく喜びっていうものを感じやすい時なんですね。ですから、どうなっていきたいっていうことを常に自分に聞いて、自分に聞いて自分で答えるみたいなことをしていくといいと思います。またね、どうなっていきたいですみたいなものがあれば、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。全部ありがたく拝見しています。はい、で、それを踏まえた上でのカードなんですけども、やっぱり今夢があるみたいな感じがあって、ここでいきなりスターっていうことで星のカードが出ているので、今までずっと自分の中で温めてきたこと、いつかやってみたいと思っていたことがようやく出るみたいなね、ようやくそれを形にしていくのかなっていう感情を表に出して、実際に現実にそれを入れていくっていうような動きがありそうですよ。とてもいいですね。ただその理想は理想で楽しいんだけど、やることがいっぱいあるとか、現実でこなさなければいけないことがたくさんあるみたいな、そういうこうプレッシャーみたいなものもあるのかもしれないですね。
ただそれはですね、この時期は頑張ってほしいなって思います。無理して頑張らずに、ただふやふやと、ただふらふらと、なんか幸せな方、楽な方に流れていくっていうのではなく、この時期だけはもうガツンと頑張ってほしいみたいな時になりますので、体を壊さない程度にねやってほしい。でもそれってやっぱり自分の夢に向かってやるとか、理想の世界に向かっていくわけですから楽しいですよね。もうすっごいストレスでいやっていうよりは、楽しいことだから多少無理してでも頑張るぞみたいな、そういう夢に向かってやっていってる時って、自分がいかにすごいことをやってるかに気づかないけど、後から考えたらすごいことやってたなって思うような時期になるので、頑張ってほしいなと思います。そして少し前はね、なんか自分がやろうとしてることって自分だけがそう得をして、他の人には良くないのかなみたいな、そういったちょっとだけ後ろ髪引かれるような思いもあったりしたかもしれませんが、そこはねもう振り切っちゃってくださいっていうのは、その他者に気を使って自分のやりたいことを抑えるっていうよりは、この時期はね、期間限定で自分を目いっぱい喜ばせるっていうふうにする方が、自分から発するエネルギーっていうのはすごくこうキラキラとした美しいものになり、それを見てる周りの人っていうのも嫌味を言ったとしても、やっぱりいい影響っていうのを感化されてもらったりするので、自分を喜ばせる時なんだっていうぐらいの感覚で過ごす方がいいと思います。でそうすることで、その自分が本来持ち合わせているいいものっていうものが出てきたり、昔からの幼馴染だったりとか、昔から自分を知ってくれてる人からの応援の言葉だったりとか、何かそういうバックグラウンドから来る応援みたいなものがあり、でそれがまた自分の心をとても温かくしてくれる感じがあるんですね。なのでやっぱりなんだかんだ言いながら、その人が求めてることを、頑張ってることを応援してくれる誰かがいるっていう感じなので、なんか懐かしい感じを、温かく自分の胸で感じながら、進んでいってほしいなと思います。例えばですけど、これだけ忙しそうだったりとか、夢に向かっていく時っていうのは本当戦っていくみたいなね、もう周りを蹴落として進んでいくっていうこともありがちなんですけど、カードで見る限りは全然そんなことなくて、優しい気持ちを感じながら、昔から思っていたことをようやく携われる喜びを感じながら進んでいくよっていうふうに言われています。そしてこれからの流れなんですけども、こう夢に見ていたことが現実になると、あれ こんな感じだったのみたいなね、ちょっと理想と違うってことも起こり得ますが、だけど、あそうか、これはこういうものなんだとか、あこれはこういうものなんだっていうね、新しい発見をしながら、だんだんこう夢が現実になっていく、その一歩一歩っていうものをちょっと戸惑いながらですけど感じていけそうな気がしますね。で感情面においては、あれもこうかな、それもこうかな、みたいないろんな感情が湧いてくるので、その感情すべてを満たすっていうのではなく、いろんな感情、不安な気持ちとかもね、いろんな感情あるけれども、でもその中の一つだけでもはっきりと自分で満たせてあげられたら、もうそれでいいじゃないかっていう感じです。そしてやはり人間関係とても恵まれています。なんかね、こう昔ながらの友達とか家族とか幼馴染とか、そういう人とのご縁がもう一回復活するのかもしれないし、別に幼馴染だけじゃなくても、昔から長く付き合ってる人とかね、関わってる同僚とかも含め、そういう人との関係性っていうのがとても温かく近くに寄ってくるみたいな感じがあります。仲間ですね、いわゆる仲間、魂の仲間かもしれませんしね。で、そういう人たちとの関係が非常にいいです。ですので、この時期、可能であれば一人で頑張るというよりは、そういったグループとか、サークルとか、なんかメンバーシップとかもそうですし、何かそういうのと関わりながら、いい関係をね、作っていってほしいなと思います。いい関係作るっていうふうに意識しなくても、自然とそうなるっていう感じがあります。そして、その後ね、本当に美味しいブドウを頬張っているみたいな感じのカードが出ていますので、これワンドロックですけど、自分なりの成果やご褒美っていうものを自分にちゃんと与えてあげてるねって感じがします。まあ私から見ると逆位置なので、それが他者から与えられるっていうわけではなく、自分で納得して自分にご褒美をあげるっていう感じだと思います。でもそういうのってありますよね。すごい難しいこととか大変なことだけど、頑張ったみたいな、だから自分にご褒美あげるみたいな気持ちになる時ってあると思うんですけど、まあそんな感じで非常に静かだけど着実に夢に向かって進んでいるなっていう感じがあるんですね。
そして気をつけることは対策としては、この時期経済的には多少出費があるかもしれません。でも全然やっていけますよ、出たり入ったりなので。なのでもうちょっとこう例えば収入を増やしたいなとか、もう少し出資を減らしたいなと思ったとしても、今その調整するのはちょっと難しいかもしれないなっていう感じがします。今の一番際立っているものっていうのは、自分がどっちの方向を向いてるかっていうものが定まるっていう時なので、私はこれをしてみたいんだ、いやいやこっちをしてみたいんだみたいな、その方向が定まって決めた方向のことを体験できますよと。でさらにそこから懐かしい人やいい関係性、まるで昔からの知り合いみたいな感じの人との関係性っていうものが生まれてくるかもしれないし、それが誰に認められるとかではなく、自分でそれを認めて喜んでるっていうのことを体験しやすい時なので、その時になんかお金がどうこうっていうのはちょっとなんか別問題って感じがあるんですね。なのでそれはそれで後からちゃんと調整しようぐらいの感じでいいかなって感じもします。お金では換算できない経験みたいなので、それをお金で制限するのもちょっともったいないのかなって感じがしますね。で現実はご自身ではもうちょっとね不満があったりとか、もうちょっとこうだったらいいなっていう思いがあったとしても、でも事実それでものすごく困窮してるわけでもなく、やっていけてるわけですから、今はその仲間との時間だったりとか、自分が進んでいってる方向の可能性っていうものを感じて過ごしていただけたらなと思います。そしてですね、オラクルがやっぱワンドの2ということで、いろんな可能性がある中で何かを選ばなければいけないっていう感じがありますね。でさっき言ったみたいに、この時期はどっちの方向に来ますかみたいな、何を求めていきますかっていうものを選ばされるみたいな時なので、もしかしたら一つを選んだら一つを諦めなければならないみたいな、そういった感覚になるかもしれませんが、でもしねその選択を間違えたらどうしようって思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、間違えないので大丈夫です。どっちの方向行ったって、なんか鏡に映ってる姿のようにどっちでも行けますよみたいな感じがあるので、どっちを選んだとしても、そこで見られる自分の姿っていうものが新鮮で、新しく今までの自分とは違う自分が映ってるよっていう感じがするんですね。なので楽しいのでいいと思います。そんな感じかな。まあ全体を通してはこんな感じだったんですよね。まあでも仕事運もあるし、ちょっと気をつけることで言うと、すごくその何かの方向性を決めていくし、新しい未来に向かっていくし、頑張るしっていう時なんですけどね、その頑張るっていうそのエネルギーには何かが必要なんじゃないかって思って、お金を出して何かを買いたくなったり、例えば権利を買いたくなったりとか、こう何かすごい高額のお金を支払って何かを得ようとしたりみたいな、したくなるかもしれないんですけど、それはちょっと待ってほしいみたいな感じかな。別にそれが本当に価値あるもので自分にとってプラスだったらすればいいんですけども、その外側から何かを得る、お金を払って何かを得るっていうのではなく、その自分のどんな状況であったとしても自分のやりたいことをできてるじゃないか、進んでるじゃないかっていう感覚が一番大事みたいなので、それを自分で褒めたたえてほしいっていう感じがします。誰かにそのもらうんじゃなくて、自分の中で褒める、そして自分を喜ばせるっていうことですね。それがね最終的にはできてる感じだったので、まあ良かったなと思ったんです。最後にちょっとオラクルカードを見てみたいと思います。カニ座さんね、これかな。Letting go of urgency って書いてますけど、これどうですか、このカード。このカードをじっと見て、ご自身なりに感じるものがあれば、直感を通してメッセージを受け取ってみてください。もう、行きましょうみたいな感じですよね、このカードね。もう、委ねましょうみたいな。フリーダムフロムタイムコンストレインス。って書いてますけど、まあとにかくやるべきことたくさんあるかもしれないけど、もうそこからそれを置いていきましょうみたいな感じがあるので、いろんなやることたくさんあるかもしれないけど、自分の感覚に従って進んでいくんだなって感じがします。
なんかよくありますよね、こう夢がありますとかやりたいことがありますってなった時に、うん、それはいつかやりたいと思ってるんです、今やることを終えたらみたいな、で今やることいつ終わるんですかって、永遠に終わらないみたいなね、これが終わったらやるっていうのが、もしこれが期間限定のものであればいいんですけども、もしかしたらずっとその役割っていうのは続いていくかもしれないので、そういったものをもう思い切って置いて行きましょう、今すぐ行きましょうみたいな感じがしました。はい、ということでありがとうございました。次はね、5月中旬ぐらいにまた次の動画アップしますので、もし何かしらね、よかったよとか参考になりましたという方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えていただけると嬉しいです。はい、ということで5月前半ゴールデンウィークも含め楽しい時間をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。